ツーリングへ出発だ。どこへ行くんだ？今から国道57号の北側復旧ルートを走って、まずは大観望へ行く。熊本のライダー御用達の、大観望へ向かってるんだね。今日は天気も良くて絶好のツーリング日和だから、大観望も多いだろうね。きっとたくさんのライダーたちが走ってるだろうね。ところで大観望へ行くのに、いつものミルクロードじゃないんだね。今日は初心者のライダーも参加してるから、ミルクロードのタイトなコーナーは、厳しいだろうということで、ここ北側復旧ルートを、車帰りインターで降りて、内の町から国道212号を通って、大観望へ向かうんだ。ここが車帰りインターの出口だね。ここを左に進むと内の町の温泉街なんだ。確かにミルクロードのコーナーは、初心者には厳しいかもね。ミルクロードに比べたら国道212号の方が、初心者には優しいだろうからね。左側の土手には芝桜が咲いてて、とても綺麗だね。鮮やかなピンク色だね。大観望に着いたぞ。先頭を走ってるのか？いや、もうみんな先に行ってる。ほら、ここにいた。先に着いて、止めるとこを探してたみたいだね。そうみたい。大観望に到着。ここでちょっと休憩していくんだね。トイレ休憩ってとこかな。うちの町平野だ。雄大な景色だね。休憩を終えて出発。出発。相変わらずここには、たくさんのライダーたちが集まってくるね。やっぱりここから見渡す、阿蘇の雄大な景色に魅了されて、集まってくるんだろうね。そしてここから九重連山にかけての、阿蘇九重国立公園一帯には、素晴らしい景色が広がっているから、全国からたくさんのライダーたちが、走りに来るんだよね。そうだね。しばらくこの素晴らしい景色を、楽しみながら走ろう。
随分山奥の田舎へやってきたけど、ここはどこだ？産山村ってとこなんだけど、ここには全国名水百選に選ばれた池山水源というのがあるんだ。そしてこれから行くレストラン山水亭の料理には池山水源の美味しい水が使われているんだ。さらに料理に使う素材は主に自家栽培した野菜や地元の特産物が使われているんだ。それは美味しいだろうね。だからいつも満席の人気店らしいぜ。山水亭に到着。ホルモン煮込み定食。マリサ食えないだろ？私はオムライスを食べたぜ。卵がふわふわだね。オムライスうまかったぜ。みんなでランチを楽しんだから。そろそろ出発だ。出発。次はどこへ行くんだ？国道57号を大分方面へ走って、豊後大野市にある原尻の滝へ行く。東洋のナイアガラだね。途中武田市にある道の駅スゴーに立ち寄って、休憩していく。道の駅スゴーに到着。しばし休憩。次はいよいよ最終目的地の原尻の滝だね。そうそう、十分に休憩も取ったから、あとは一気に原尻の滝まで走るぜ。ここから原尻の滝までどのくらいあるんだろう？ここからだと残り 20km 弱だから、あと20分くらいかな。割と近いんだね。ここまで随分走ってきてるからね。あと一頑張りだ。残り少なくても気を抜かずに気をつけて走るんだぞ。最後まで安全運転で行くよ。原尻の滝に到着。今日はちょっと水量が少なくないか？確かに少ないね。でもチューリップが咲いてたぞ。綺麗だね。色とりどりのチューリップを眺めながらソフトクリームを食べてたら、チューリップ畑の中に妖精を見つけたぞ。楽しそうだね。崖の上に立ったら高くてビビったぜ。腰が引けてるぞ。なのにこちらは崖の上では維持バランス。すごい。こんな写真も撮ってきた。はっちゃけてるねー。そしてみんなで集合写真。今日の参加メンバー全員集合だね。では、出発。今日も楽しいツーリングだったね。オムライスやソフトクリームを食べたり、弾けた写真を撮ったり、とっても楽しいツーリングだったぜ。あとは帰り着くまで気を抜かないことだね。途中で休憩を取りながら、無理しないように帰るよ。ではこの辺で。またねー。またねー。